ラマルミコアット Z ガイナイトでーす。というわけで、青ニツやってまいりましょう。ということで、とりあえず、コンテリじゃないな。その前にですね、青銭を貯めて、マスクガチャやってきたんですよ。で、これ増えました。何が増えたかっていうと、これまずこいつとで、この太っちょとね、でこのこうなんかエイリアンみたいなやつ、細いやつ、今回どのやつでやろうかなって考えた結果、この細いやつでやっていこうと思っております。いやー、これもこれでちょっと怖いね。じゃあこの細いやつで頑張っていきたいと思います。では変更する。うわー、絶対怖いわー。まあ多分途中で変わるかどうか分かんないけど、まあやってみようね。今回これでやってみよう。じゃあコンティニュー。一番下の中央広場、よっしゃー。中央広場で何があったんだっけ、さっぱり覚えていない。ちっちゃいのに追われたんだよね。なんで、その後、なんだっけな、忘れちゃったな。これは、1、丸1、3、これがちょっとよくわかんねえんだよな。もう早速わからない。そして時は動き出す。ここなんか光ってなくね？ちょっと見づらい、見えづらいけど、なんかちょっと光ってる、ここ。じゃあ、ちょっとここは、ここわかんなかった。ちょっと、ぺいっ。おー、体育館東通路への鍵を出れた。おーって、こんなところに置いてまたんだ。前回全然気づかんかったわ。セーブしとこう。よし、セーブしたぞ。鍵を手に入れたので、鍵、こっちの鍵ではないんだ。もしかして、ここで？違うね。ん？ここ入ったっけ、そもそも前回。覚えてないぞ。なんだここ。何もない。何もあった。棚の引き戸が途中までしか開かない。奥に何かあるが、狭くて手が入らない。手が入んねえのか。バールとか使えない使えない、ここでは使えないですよね。何もないのか。他にないんか、ないのかな、ないのかな。ちょっと、いきなり出ないでよ。びっくりした。ヒロシはブルーベリー色のガリガリにを、ガリ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 って書いてある。ガリガリに追いつかれてしまった。もうびっくりした。いやー、びっくりしたー。とりあえず鍵を手に入れたから、ちょっともう一回やっこう。東通路への鍵ってことはこっちか、こっちの鍵ってこと、もしかして。お、東体育館東書いてあった。東通路への鍵を使った。おお、とりあえずセーブは必要だよな。よし、セーブ。よし、セーブはしたぞ。狭苦しいな。なんかないのかな。何もないの。あったあった。カッターを手に入れた。何に使うのこれ。カッターで切れるもの持ってたね。空のペットボトルだよ。カッターを使用して、ペットボトルをカット。箱メガネを手に入れた。これ箱メガネってさ、箱メガネってあれじゃない、箱メガネっていうと、定番的に言うと水の中を見るやつ、見る感じの、そういうのがあれだよね。ってことは、このなんかここになんか見える、なんかこのちょっとよく見えないんだろうけど、この点々点みたいなのがここで使えそうな気がする。よっしゃ、じゃあこの箱メガネを使って中身を見てみよう。違うんかい、ここじゃないんかい。どうなんだろう、こっち側から見るとか。
こっち側から見るとかじゃないの？あ、こっちからかよ。なんで反対側から見れないの？箱メガネを使って水の中を覗いてみた。丸2から 3.2。 よくわかんない。何なの結局。鍵がかかっているようだ。鍵がかかっているのか。くそ、鍵はないのか。探せ、タクロ。なんで俺が探すんだよ。一緒に探そうよ。そうだな。ですね、なぜ私がここにいるのかというとですね、出たんですよ。ガリガリ細マッチョ、細マッチョ、まあ、いや、ガリガリの青鬼が出たんですよ。で、その出た瞬間がなんと録画されていませんでした。録画されてなかったんだよ。いやー、私がびっくりして怯えるところが、違う、ここじゃない。もうびっくりして、なんかもう怯える姿がなんというか、ね、この竹棒みたいなね、ロッカーに入って潜む私の姿が映し出されていないという。もうやだ、広島ブルーベリー色のガリガリに追いつかれてしまった。なんで解説してる時に来るんだよ。もう解説しながら来るんじゃなかった。クソったれー。あー、もういやー、慌てふたがふためくところが全然取れなかったということで、ちょっと頑張ってね、行きたいと思います。さあ、ガリガリ君ランダムで来たけど、もうやだ。で、ここが何か狭くて手が入らない、手が入らんっつうから、じゃ細いやつ、まさかタクトをこの中に入れてるんじゃないか。わー、マジだ。タクトで棚の中のものを手繰り寄せた。ネジ巻きを手に入れた。なんでネジ巻き？ネジ巻きなんてどこで使うの？ネジ巻きなんてどこで使うの？もしかしてこの穴とかに差し込むんじゃなかろうか。うりゃ、あ、お、噴水のくぼみにネジを取り付けた。取り付けたからなんだと言うんだ。タクロ、答えてくれ。いや、俺がわかるわけないじゃん。とりあえず取り付けたから、取り付けたなら、回せばいいと思うよ。そうか。え、わかんない。右に回す、左に回す、どっちかわかんない。左回す。え、あ、もしかしてこの番号ってそういうこと？あ、そうか。まず、なるほど。これネジの回数のことか。まず1回目にネジを3回回せって、そういうこと、そういうこと？そうか。じゃあ1回リロードして、そうか、ネジを何回回すんだって？これ左だから左に3回回す。左に3回回すってことね。回した。数あ、ごめん、もう一回やる、もう一回やるわ。ちょっと待って、もう一回やる。え、なんで、数間違ってないじゃん。なんでだよ、気持ち悪いよ。もう逃げるとこなんてねえの分かってるよ、もう。あー、くそ、間違えちゃったよ。よし、もう。で、これの通りに行くと、右に、じゃなくて左に3回、で、向こうの、この、左に3回、で、右に3回、で、左
に2回やればいいんだよな。左に2回、1、2回。あれ、まだ違うの？まだなんかあるの？なんなん。3、2、3、1、2、3で、1、2。お、やっとかよ。さっき同じことやったのにどうしてだよ。もうレジが自動で回り始めた。噴水の水が抜き始めたような。自動的に奥からドアが開く音が聞こえた。ドアのあれだったのね。よっしゃ、じゃあセーブしよう。やったぞタクロ、向こう側の扉が開いたぞ。それは分かってるよ。とりあえず進もうか。分かった。タクロ、ここにも何かがあるぞ。いや、わかるから。わかってるから。ね。頑張ろ。おう。もうこれアドリブきついな。なんだこれ。鍵穴だ。なんで 3回言ったんだ。大事なことだので、3回言った。3回言わなくてもいいわ。ここにもなんかくぼみがあるのか。なんかこいつ動きそう。怖っ。歩数がシクシクだ。泣いてるよ。歩数が泣いてるよ。鍵。あ、たけし、首吊り、おい、嘘だろ、どうしちまったんだよ、なんでだよ、ちくしょう。いや、タクロどっかいたね、今。物置部屋の鍵を手に入れた。もう苦しんだんだろう。死に顔が歪んでいる。よくその死に顔見れるね。いやー、たけしお前はよく頑張ったよ。たけしこちらにはもう用はないな。たけしこっち側になんかあれあったよね。鍵開かない。マジかー、こっちに来ちゃったよー。いやー追いつかれちゃったな。いやー、たけしもう大丈夫だね。さっき鍵をゲットしてセーブしたもんね。物置部屋ってどこだ。物置部屋ってどっちなんだろう。開かない部屋があったから多分ここだな。物置部屋の鍵を使った。うわ、狭くし、あ、なんか置いてあるってことは、そして椅子があるってことは、間違えたわ。リロード。こうだな。で、こうだな。取れなかった。もう、いいのか。で、こうで、こうか。小さな鍵を手に入れた。この鍵どこで使うんだ。セーブしよう。小さな鍵か。ここなんかないかな。ないか。何もねえのか。いやー、この小さな鍵はどこで使うんだ。ここにちっちゃい穴とか使うのかな。よし、ちょっとやってみよう。小さな鍵、うりゃ。噴水の方で音がした。
ああ、こっちの方で音がしたのか。あ、やっぱこの穴だったんだ。へえ。で、ちょっと一回セーブしないと何が起こるか分かんねえからな。穴が開いてる。さっきのネジ使えないかな。取り外しとかできないかな、さっきのネジとか取り外しできないかな。お、取れる。やったぜ。で、このネジを、ここに、ぶっ刺せばいいんだな。よし。さっきのネジ巻きを、ここに、そうすると、さあ取り付けた。うん、じゃあ、やっぱりかどこに逃げるこれ、わからん。くそー。考えてなかった。全然考えてなかった、隠れるところ。いやー。よいしょ。あ、逃げ切れた。設置しただけでかよ、もう。怖いわ。結局、何？あ、ここは？あ、開いてる。ここ開いてるんだ。へぇー。開くんだ。よし。うわあ！いるよー！セーブしてないよー！セーブしてないよー！先生！助けて！ちくしょう！おい！化け物こっちだ！バカ野郎タクロこっちじゃねえよ！みんな逃げろ！バカじゃねえの！ねえ、バカじゃねえの、タクロ！こっちに来るのは目に見えてんだろ！やっぱタクロ、バカじゃねえの！やめてほしい！もう、タクロのバカ野郎！もう、何がこっちだから、もう！ふざけてんじゃねえよ、やっとり、もう！ああ、逃げ切れた。もう、あんなタクロさっさともう逃げやがって。くっそー、よくもやってくれたな、タクロめ。もう、めちゃくちゃ怖かったわ。よし、ここまで戻ってきたぞ。あー、もうタクロ余計なことしやがって。先生がこっち側に逃げて、タクロがこっちに逃げたぞ。やべえ、死んでる。やべえ、先生死んでるよ。やべえ、なんか先生死んでるってことは、なんか先生のなんかアイテムを取ったらなんか怒りそうだな。どうしよう。いやー、怖いな、タクロー何してくれたんだよ、もう。なんかないかな。あ？あ、動くんだ、ロック？何このロックみたいな。わからん。他になんかアイテムない？他にアイテムないんかい。ロックってどこで使うんだろう。何ここ、狭。こっち行けるかな。そうだよな、タクロがここに来たんだもんな。鍵がかかってたのか。くそ、タクロ、この小心者な僕を置いていきやがれ。いや、小心者はこの実況者のせいか。くそ。いや、まだ部屋があるわ。広いな。お、広いな。なんだここは。十字みたいな部屋だな。なんだここは。なんもアイテムないんか。おい、なんかあったよ。なんだ？何？なんかあったわ。地下大牢の鍵。ああ。牢屋の鍵？先生が倒れてたところか。いやー、ちょっと、他に何かないかな。ちょっと探してみよう。